メルセデス・ベンツ日本はこのほど、メルセデス・ベンツ V クラスの装備を一部改良し、予約注文の受付を開始した。なお納車は、V220D マルコポロホリゾンは2022年第一四半期、それ以外のモデルは2021年8月を予定している。メルセデス・ベンツ V クラスの装備を一部改良。メルセデス・ベンツ V220D アバンギャルドロング、1998年に欧州のミニバンとして初めて日本に導入された V クラスは、ワイドでスクエアなスタイリングと広く上質な室内空間にアレンジ自在なシートを備え、プレミアムミニバンというセグメントを創出した。その後も2003年、2015年のフルモデルチェンジを経て、7名乗車のシートレイアウトや左右両側の電動スライドドア、リアエンターテインメントシステムなど、日本のユーザーのニーズに合わせて装備や専用アクセサリーの拡充を図り、累計販売台数約3万台を達成したロングセラーモデルとなっている。エクスクルーシブシートの質感と利便性が向上。2019年10月に発表した現行 V クラスは、これまでのコンセプトを継承しながらも、安全運転支援システム、レーダーセーフティパッケージと対話型インフォテインメントシステム、ムバックスを標準装備すると、最新のメルセデス・ベンツのミニバンの名にふさわしい快適性と安全性を備えている。今回の主な変更点としては、全車標準装備のレーダーセーフティパッケージに、並列駐車スペースからバックで出る際に、後ろを横切る車を検知してドライバーに注意を促すとともに、必要に応じて自動でブレーキを作動させるリアクロストラフィックアラートを追加。また、スマートフォンをケーブルで接続することで、車両側のメディアディスプレイでスマートフォンアプリが使用可能となるスマートフォン連携機能も標準装備に追加された。さらに、エクスクルーシブシートパッケージに採用されているエクスクルーシブシート2列目では、シート素材がナッパレザーへ変更となったほか、カップホルダー、USB ポート、スマートフォン用トレイ、小物入れが追加され、質感と利便性が一層高まった。メーカー希望小売価格、税込みは、V220D791 万円、V220D アバンギャルドロング816万円、V220D アバンギャルドエクストラロング841万円、V220D マルコポロホリゾン959万円。